どうも、キートークです。あなた誰ですか？巨匠です。あなた誰ですか？吉岡です。花毛です。どうも、竹正です。ビクターロックバズリー、2015年にめっちゃ見てくるけど、2015年で僕ら出て、で2回出たんですね、僕らね、ビクターロック祭り、あ、2回目か、2回目今度出るんですよ、2017年、出ます。そして、ワンチャンじゃねえ、なんだっけ、ワンツー、ワンチャンあってます。ワンチャンっていうこの企画、何かと言いますと、うんうん、まあ本当文字通りワンチャン、若手バンドのチャンスを与える企画みたいで、おお、これグランプリ取るとビクターロック祭りに出演できるということです。すげえ、俺らも出たい。出ます。あー、出るのね。はい、はがき、はがき、いや、はがきとか、はがきとかじゃないですよ。応募したいです。はがきですか？はがきじゃないです。はがきじゃない。多分、なんか、多分見てる方は分かってると思います。熱意とかじゃなくて、熱意は必要です。熱意です。熱意書いたところで1位にはなんないです、多分。あー、難しいね、やっぱりね。吉川さんも、なんか応募してます？したい、したい。ソロプロジェクト。うん。まだ、どういうことだ。内緒のやつだった。何内緒？じゃあ俺らここ、俺マネージャーする。マネージャー、そういうこと。マネージャーする。じゃあマネージャーして。あ、マネージャーするわ。絶対だ、頼りね。ということでね、じゃあ改めて巨匠さんから、はい、若手バンドに応援のメッセージ、エールを送ってもらっていいですか？おい、もういきなり変わったな。なんだこいつ。おい、そこの16歳ぐらいの男子たち、すごい綺麗な、モテたいよな。モテたいだろ。あ、今うなずいたな。俺もだ。何なの、応援でも何でもないじゃん。その目も何、しかも今モテてないことになってる。ああ、いや、最後進めちゃって。はい、ということでね、2016年のグランプリはヤマティやつやさんが優勝したみたい。2017年は誰になるのか、一緒に僕らと、一緒のステージに立ってライブしましょう。以上、キートークでした。